皆さんこんにちは、フィットネスインストラクターの大谷です。今日もご覧くださってありがとうございます。こちらは向川女子大学のステーションキャンパスです。とってもいい学校です。今日はですね、実はお昼ゴールデンウィーク中のね、長い休み期間中という方もいらっしゃるかもしれませんが、今日は5月1日、ね、今日から5月ですね。今日はお昼ね、授業がありましたので、この、ステーションキャンパスではなく中央キャンパスなので、もうちょっと広い部屋で、一つのね、授業が50人定員なんですけど、その、ね、その2時間やって、講座をね、講座というか授業を終えたところなんですけども、それでこっちに来たところなんですね。いやー、皆さんね、今日学生の、ね、子にからですね、いくつかいろいろ質問があった中で、今ふと思い出したことなんですけれども、やっぱりずっと長時間座っていると骨盤が広がって歪むんですね。それで足がむくむんですけれども、でその調整法ということでは、一番はですね、これぶら下がっていただくのが一気に良くなるんですけれども、ね、こういう道具がない場合にぜひね、やっていただきたいなという動きをちょっと、ね、学生のみんなにも伝えたんですけど、伝えたとか一緒にやってたんですけれども、皆さんもぜひね、やってみませんか。シェイプアップ効果が高まっていきます。もちろん腰痛の予防緩和にもなります。ではですね、パッパッパッとでお伝えしていきますので、一緒に見ながら動いてください。さあ、じゃあ角度を変えますね。さあ、まずはですね、この骨盤の動きなんですけども、これは前傾そして後傾ですね。前傾と後傾、はい、前傾と後傾で、ついでに肩甲骨も動かすと体がしなやかに引き締まるのと姿勢が良くなります。はい、前傾と後傾、前傾と後傾、前傾と後傾、はい、それでは1、2、では肩こりの緩和も兼ねて、肩甲骨と伏せたり開いたり、肩甲骨と骨盤のこの後面ってすごく関係が分かるんですね。はい、肩回しも加えましょう。1、2、3、4、5、はい、で2つ目なんですけども、こう横に骨盤を動かします。横、はい、じゃこれにですね、肩の動きを加えたいんですけども、腕をこうね、動かした方が分かりやすいので、1、2、1、2、くびれていきますよ。はい、1、2、1、2、1、2、1、2、1、2、1、2、1、2、1、2、よかったら伸ばしますわ。1、2、1、2、1、2、1、2、はい、でこの応用で後ろ、後ろで、この時骨盤もですね、後ろ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 、自然に膝は曲げ伸ばしですね。1、2、1、2、1、2、1、2、1、2、はい、どうですか、ちょっと引き締まった感じしませんか。わーっと広がってた骨盤がちょっとすぼってきました。そして3つ目なんですけれども、骨盤を動かします。円を動かします。1、2、3、そしてブル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 、1、2、3、ブルブルブル、ね、このブルブルがすごくおすすめです。ちょっとの間でもいいですから、ブルブルブルってやっていただくとかなり引き締まってきます。そして骨盤が広がっていると余分に水分を溜め込んだっているんですね。ところがこのブルブルをしていくと、骨盤がすぼんだら余分に含んでた水分を排出したくなります。要は、ね、おトイレの出が良くなってきます。はい、では、こうやりますね。これっていうのは開いている骨盤を閉じる作用なんですけども、このまま1、2、3、4、5、はい、じゃあ反対に変えますね。はい、1、2、3、4、5、そして背骨も良くなっていくんですが、手をこうクロスできたらクロスしてください。ちょっときつい場合はこれでいいんですよ。はい、こうです。そして上下に引っ張り合う感じ、天井と床に引っ張り合う感じ。さあ、これで、ね、ウエストも引き締まります。骨盤も背骨も良くなります。さあ、そしてここからが私流、大谷流なんですけれども、効果的ですよ。このような感じで、1、2、骨盤も整い、引き締まります。反対です。1、2、さあ、そして側屈。1、2、3、反対です。1、2、3、はい、これを後ろに持っていったら
胸を開いて肩甲骨ちょっと寄せてます。そしてお尻がちょっと出っ切りみたいな感じ。はい、股関節のこの辺を伸ばす感じで前、はい、ギュッ前、はい、ギュッ前、肩甲骨を寄せて楽にして、寄せて楽にして、そしてここを伸ばす感じでちょっと骨盤を前、上体は楽な角度にしましょう。よかったら胸をぐっと押し出します。はあ、そして1、2、3、4、ツイスト、1、2、3、4、はい、どうでしょう。足を入れ替えます。そしてまた胸をぐっと押し出して、はい、股関節が伸びるように押し出します。マイペースで胸を開きます。はい、そして1、2、3、4、5、1、2、3、4、5、はい、皆さんどうですか。スーッとね、骨盤が整って引き締まっていますよね。はい、じゃあ回しましょう。ブラ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 、はっ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 は。ということで、非常に短時間ではありましたが、今日お伝えした動きをこまめにやっていただくとスリムボディになります。ダイエットの鍵は骨盤が握ってます。座りっぱなし、運動不足になっていると骨盤が広がって内臓も下がってむくみが出やすく、そして草腹もボコッと出て代謝も下がってます。今整えました。はい、ということで皆さん今日は最後までありがとうございました。よかったらグッドいいねボタン、チャンネル登録もお願いいたします。フィットネスインストラクターの大谷でした。ではではまたねー。